S2000 の、燃料系リフレッシュということで、はい、まあ、今回このデモカー1号機ちょっと燃料トラブルなのかっていうところで、まあ、前回の動画でもご紹介したように遠赤乗った後に燃料が来てないような症状になって数秒後に回復するというのがあったんで、前回ちょっとね動画ではこのメインリレーと燃料ポンプ変えようみたいな感じだったんですけど、まあさらに追加して燃料系っていうことで何を追加してもらった感じで、もうそうですね、まあこれは前回紹介したメインリレー、これはまあ室内のパーツですけど、今回もう一つはこっちの燃料ポンプで、それに合わせてどうせやるならもう燃料周りリフレッシュしちゃおうということで、これ燃料ポップがついてるところの土台ですね。ただまあ土台なんですけど、まあ、こういったあの電気配線カップラつながるところもあるんで、まあ、こういったところと、まあどうせ外すならということで、これはあの、まあ、今回の症状に 100% 関係ないです、ただあの燃料系、ガソリンの量ですね、それ測ってるセンサーです、まあ、ただどうせ外すなら自然に変えてしまおうっていうリフレッシュ。そしてもう一つガソリン吸った行き先の部品ですね、インジェクターだね。はい、そうですね、インジェクターも、まあ、これノーマルの部品ですけども、まあ10万キロ超えてる車になってきますので、一応こっちもリフレッシュしようかということで新品を用意してみました。まあ、こっちを変えていきます。これで S2000 の燃料系って言ったらほぼほぼリフレッシュな感じ。そうですね、ね。じゃあ今回はどんな感じで変えていくのかも含めて撮っていきたいと思います。はい、じゃあまず燃料ポンプの交換から、はい、はい、で S2000 の燃料ポンプの交換の流れ的にはどんな感じで。流れ的にはですね、もうすでにあの脱線してます。えっていうのもH-Valデモカーはハードトップがついている上にホロがすでについてません。なので、通常こんな見た目がないんですね。通常はですね、ここにホロがある感じ、ホロがこう閉まった状態で作業しなきゃいけないので。ああ、じゃあ中から。そうです、そうです。トランク開けて中からこのスペースにアクセスするっていうような。ああ、なるほどね。ちょっと大変な作業。ああ、じゃあこうもう撮影向きってことだね、これはね。そうですね、見本です。はい、はい、ついてる場合だとこれだけ先に取んなきゃいけないんですけど、このデモカーの場合もうホロがないんでクリップ一式外すとこれごと全部取れちゃいます。よし、こんな感じで、そうすると見えてくるのがこれが燃料ポンプの蓋の部分ですね。次ここを外していきます。感じで見えてきますね。燃料ポンプの。そうですね。上側が見えて。上側っていう感じか。で、まあ、ちょっと作業がしづらいんで、ここ取っちゃいます。ちなみに、はい、この燃料ポンプ交換にあたって、注意しないといけないところって。そうですね。やっぱりガソリンなんで火災が怖いですよね。なので、まあ、この外すところまでは、蓋取るところまでは別に全然いいんですけど、ここから先はやっぱり、実際に蓋を開けてガソリンがこう、まあ、出てくるような状況になってくるので、まず一つは、バッテリーですね。今こういったあの電気配線とかも、基本的にはこう電気が流れてる可能性もなきにしもあるんですね。とか、他にこの辺通ってる配線とかがショートしてたら、まあ、いろんなリスクがあるんで、ね、
ガソリン系触るときは、一応もうバッテリーを切っちゃった方が安心なんですね。なんで、バッテリーをまず一つ、マイナス端子外して、車自体の電源をオフにしてもらう。で、もう一つは、ここに見えてるのが、ポンプで吸ったガソリンを、吸い出して、エンジンの方に持っていく配管と、あとはもう一つ、リターン、戻ってくる配管を2本持ってます。で、ポンプでただ吸って、チュー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 吸ってるわけではなくて、かなりの圧力をかけて吸ってます。なんで、配管を外すと、一気にブシャッと出てくることがあるので、一つはまず、燃料キャップ。木にあるんで、パカッと開けてもらうと、大体こう開けるとプシューって音が結構すると思うんですけど、ガソリンってやっぱりこう気化しやすいので、ガソリンタンクの中で気化したガソリンっていうのがこう、目線にはパンパンになってるんですね。なので、ここの圧を、蓋開けることで逃がしてあげて、ガソリンタンク内の圧力っていうのをまず一つ下げてあげる。で、作業中は大体こう開けっぱなしにして、でもう一つは、この配管、ですね、エンジン、かかってた状態から止めた直後だと、ここの配管の中もずっと圧力が向こうのインジェクターまでかかってる状態になってるので、こっちの圧も抜いてあげないといけないですね。で、その方法、燃料ポンプ自体の電源を止めてあげて、エンジンかけてあげます。そうすると、ポンプ自体は回らないんですけど、エンジン自体はこうかかろうとしますので、残ってるガソリンだけを使ってエンジン一瞬、かかる場合、ほとんどかかんないんですけど、そうやってちょっとかけてあげると、この中にいた配管最後ピューって吸ってくれるので、ここの配管の中の圧力も増えてる。これでようやっと、ここを外す準備ができるって感じですね。で、ここのその今残ってるガソリンの圧っていうのを抜いてあげるっていうのは、どのタイミングで？もう、一番最初でもいいですし、この配管系を触る前にはやらないといけないですね。バッテリーのマイナス端子抜く前にやらないといけないってことだよね。順番的にはそうです。だから、マイナス端子抜く前に、ここの電源をまず切るんですけど、この電源切るっていうのは、そういうふうにカプラを抜くってこと？いいですし、もっと簡単なサービスマニュアルのやり方でいくと、足元に、ヒューズボックスっていうのがついてます。で、ヒューズボックスにですね、ここの電源になるヒューズっていうのがついているので、それを抜いてあげてエンジンをかけてあげる。そうすると、ポンプ自体は回らない。ただエンジン自体はかかるっていう、そういったもの。ああ、なるほど ね。じゃあ流れ的にはまず最初にそれをやって抜いてあげて、バッテリーのマイナス端子を取って、そうですね、で、給油口の蓋開けて圧を抜いてあげて、作業をここから先進めていくという感じってことね。はい。ちなみに静電気にご注意系とかってあるのかな？もちろんですね。もちろんですね。静電気、タバコはもう絶対。火器電気。火器電気。近くで行くとかもう論外です。はい。ここからじゃあ次の流れ的には。次の流れはですね、ちょっと周りが汚いんで今少し綺麗にして、配管をとりあえずもう外しちゃって、配管を外すと、今度このポンプのモジュレーターユニットっていうんですけど、これを全体止めてるボルト、これ外していけばもうボコッと取れる状態になります。はい。圧は抜いてあるんですけど、大体それでも残留のガソリンがいるんで、多少は出ます。こんな感じで外れます。もうこの時点でガソリンが結構出てくるんで、でここから先は本当要注意。
ートが外れたので、もうこれで取れちゃいます。そのグローブを変えたのは静電気防止グローブみたいな。いや、普通のグローブにあのガソリンつくとこう、あ、いや、ね、そういうことね。グローブダメになるのと、やっぱあの直接肌につくのが良くないんで、浸透しちゃって染み込まないやつ、肌荒れの原因になっちゃいます。なるほど。取れました。どうすか。ありがとうございます。もう全然錆もなく綺麗ですよ。本当。もうバッフルプレートは入ってません。偏った。ちなみにこの燃料フィルターは、はい、今10万キロぐらいで、はい、なんか全然汚れてるように見えないんだけど。そうですね。大体こんなもんなの。それでも綺麗な方なの。綺麗な方ですよ。綺麗な方なんだ。うん、だもしかしたら一回変えてるかもしれないですし、うん、あとはやっぱりその何でしょう。大体こう何歳なの。扱い方っていうのもなくはないですけど、その汚れるのに、うん、回してるかみたいな。そうですね、そういうのも出てくるのかな。まああとは、あ、すごいピンボケし始めた。おーい、おい、あ、来た来た来た。あんまり今のいい話じゃないですね。あれだよね、頻繁にガソリンを入れるような使い方をしてると、もちろん汚れも少ない、そうです、ね、燃料タンクも錆びない。そうです、ね、っていう感じだよね。エズ2000とか、大事大事に取っとく方も多いですけど、そうするとやっぱりこうガソリンの流れもないですよね。うんうんうん、ガソリンもこう大体やっぱり1年2年経つと中で変質して、うんうん、ガソリン自体が変色しちゃうんですよね。うんうん、でそれが原因でフィルター自体がまあ汚れちゃう。うん、よくガソリンをこうできたら常に満タンしてると燃料タンク内が錆びなくていいみたいな。そうですね、言いますね。やっぱあれはそんな感じなんだ。そうですね、もう特に乗らないバイクなんかは本当に、タンクすぐ錆びちゃいますし、変質したガソリンでダメになる。 S2000 セカンドカーで乗らない人も多いから、乗らないからってガソリンあんまり入れないんじゃなくて、常に満タンにして乗らないでおく方が燃料タンク的にはいいって感じ。タンク的にはいいです、ね。まあでも乗って回してあげるのが一番いいってことです。でもそれでも乗らないんだったら、もうガソリン入れ替えてあげた方がいいですね。そのタンクのことを考えるから。使わない、そのガソリンを。もったいないですけど。いや、抜けないよ。抜こうと思えば実は抜けるんです。相当マニアックな人だよね。いやもうこのガソリン結構さ使ってないからさ抜くわみたいな。そうですね。まあ、寝てればセカンドか、まあ、どっちがセカンドか使ってあげれば。なかなかマニアックだな。でも実際にはね、そうされてる方、僕実際に一人知ってるので。すげえ。いらっしゃいますよ、ね。そうなんだ。じゃあ、こっからは、はい、ここからは、まあ、これ本体が取れたので、これまださっきの絵でいくと、バラバラな状態だったのをこれ全部外して、まあ、組み込んでいきます。はい、もう新しいパーツをこのなんか本体っぽいみたいなやつに取り付けていく。そうですね、そんな感じ。ね、もう基本的には必要なパーツほとんど新品今回用意しちゃってるので、もうこっちをメインで組んでいくっていうのがいいですね。はいはいはい。組み立て完了。組み立て完了ですね。はい。うん、新しい。全然違いますね。色が全然違う。はい、あとはじゃあ戻していくだけって感じ。そうですね。はい。戻していきます。
で今こんな簡単にあのネジ締めてますけど、うん、本来はここの隙間から手だけを入れます。顔は一切入らないところなので、フォローを締めて室内からできない、できないんですよ、ここから。この辺なので。あ、そうなんだ。フォロー自体が覗くことはできるんですけど、うんうんうん、触ってじゃあ作業をしようかっていうと無理なんだ。作業自体はトランクからあの手だけ突っ込んで、こう鏡とかで場所を確認しながらネジを外してコネクタを外してっていうような作業をするので。じゃあもうあれだね、うん、みんなフォロー取って全員ハードトップちょっとレーシングが見えますれば、うん、で晴れた日にハードトップ外して走るってやれば、まあ、燃料ポンプは簡単に動かないですで、まあ、本来蓋があるんですけど、うんうん、まあ、漏れチェックしたいんで、とりあえずコネクターだけ挿してそれで動かしてみたいと思います。問題がなければ、QL ポンプに関してはこれで終了です。はい。